皆さんこんにちは、みさだです。ジロックです。よろしくお願いします。今日はトーク会や。はい、聞け。はいこれすごいの引いたな。あ、今現在の将来の夢の話。いや、聞きたいな。聞きたいな。あ、ルーって感じ。何やろすげえな。どうなりたいの。どうなりたいんやろな、俺な。ほんまに将来ってすごいな。どこまでが将来ってなるな、この年代になったら。もう君の場合もほんまに布団の上で死ねるかどうかみたいな、なあ、話やんな。将来の夢かすごいな。将来のことなんか何も考えてへんもんな。みんなあれはカットしてるから気づいてないかもしれない。これ今10分待ってるからな。10分出てきてないからな、将来の夢。なんやろうな。知らん知らん。そんななんか今がさ、別に特に文句はないわけよ。いや、まあ君が文句言ってたら切れるもん。だからこっから何って言うと何やろうなって感じやな。くれるもんな。現在無職でそれ言ってんねんな。普通に働いてて今不満がないからこのまんま追いつらばいていっていいんやって言うんやったらそうよなって言えるけど、生活安定させて旅行とか年にぐらいで行きたいなぐらいの感じ。夢。いや、簡単に働いたら。夢。働いたら終わる。夢。俺の今の将来の夢はそれ。正直な話、パートでもできる。確かに。確かに。具体的なものっていうのはないから、俺的にはそんな感じかな。将来の夢。俺、急に人生1回じゃ足りひんぐらいある。人生4回ぐらい欲しいけどね。まずあれやんな。弁護士やからさ、うん、なんかその、将来事務所持ってとかあるんかって言われたら、うんうん、そういう夢とか野望っていうのは正直全くない。お、俺が持ってる今の将来の夢は、うん、人生のサブを充実させてきたわけよ。ほう。本業はもう別にいいわけも、ああこのまんまで、ああ安定してそこそこの収入を得られるわけよ、ね、うん、でサブとしてやっぱりこう格闘技やってるから、うん、なんかジムやってみたいなってのあるわけよ。ほう。で自分が育てた選手の試合のセコンドをつきたいというのがまずあるわけよ。何ジムをやるわけ。何でもいい。だって俺何でもやってるもん。わわわわ。ボクシングはでも予託金がアホみたいにつまねえから。あ、そう、100何万払ってライセンス取らなきゃダメ。それ無理やん。ボクシングないわけ。ああそうなんや。そう、でも何でもいいしやな、うん、そういうなんかこう人を育ててそれを試合に出してそれを見るみたいな、うん、鴨川会長みたいな感じの人生を歩みたいなっていう思いもあるわけ。おお。でもう一個は映像制作をやってみたいなっていうのもある。個人のスタジオを持って、はいはいはい、そのなんていうやろう、制作会社とは言いつつなんかテレビに番組を下ろしたりとかっていうのではなくて、はあ、PR 動画を撮ってくださいとか、はい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 、ちょっと友達に送るビデオレターとか、うん、結婚式に流す引き出物じゃない、なんじゃんけあれ、結婚式やったけど覚えてないわ、余興やん、はいはい、余興の動画を面白く作ってくださいみたいな、うんうん、をやりたい、やってみたいのもあるわけ。 あとは一口馬主にもなりたいわけ。馬主席に座ってみたよ。ほんまに野望やけど、うん、独立リーグでもいいし、うん、サッカーでもいいんやけど、うん、球団を持ちたい。すげえこと言い出したな。面白そうじゃない？いや、まあ、確かに球団オーナー確かにっていう、いろいろやりたいことはあるけど、うん、まあでも全部は無理やん。そうやな。人生4回も考えても足らんもんな。人生10回くらい欲しいやん。一般の人は一つの人生も大変やって言ってるけど、俺らも10個くらい欲しい人生。すごいな。っていうのが将来夢です。うん、次行こう。次、パン。はあ、これだけは譲れないこだわりの話。はい、これだけは譲れないこだわりの話な。譲れないってことやな。うん、譲れるこだわりはあかんわけや。うん、なんかあるかな、こだわり。俺意外にこだわりとかっていうのがないねんな。はあ、これや、コーラは絶対にペプシ。これだけは譲らないな。ずっと言うな、それは。これだけほんまに。ほんまにやで、ペプシの株買おうと思う。でもペプシっつったってペプシも味変わっていってるやん。それが全部うまいのがペプシやないか。でもペプシなんや。ペプシはもう味変えるたびにうまいんや。ペプシネックスがいいねってなってた時期あるやん。ペプシネックス以上のもんはないやろ。でペプシネックスじゃなくなったわけや。そのペプシゼロもうまいんや。で今こう生になってるわけや。それもうまいんや。だからコカ・コーラ飲んだら気づくもん、おしないって思うもん。だからさ、たまにあのドリンクバー行ってペプシ置いてるとかあるやん、はいはいはい、もうヘビーユーザーだと思う。めっちゃええとこやん、もうペプシやん、もうここは通おうって、ここは通おうぐらいペプシは譲れない。俺のコーラは絶対にペプシ。
これだけ譲れないこだわりの話ありました。あらんでもないな、飲み物ってやっぱこだわり出るもんな。あきみ、まあ譲れないこだわりか、ペプシ飲むわ。うまっ。びっくりした。世界で一番うまいんちゃうこれ。これこだわりっていうのか何なのかやけど、お自然に目が覚めるまで寝たい。いやさ、こだわりじゃないな。こだわりじゃないな。起こされたくない。あー、それこだわりじゃないな。ただの怠惰やな。それは全人類そう。割と子供の頃からやねんけど、あのやけど予定があったりとかして起きない、起きないきれいやねんな。起きないかんからみんな起きてるんであって、みんなそりゃ自然に目覚めるのが生物として一番ふさわしい姿やから、みんなそうしたいよと。でもな、最終な、目覚ましで起きるのはいいね、自分の、うん、人に起こされるのだけがめっちゃ嫌いやで。え、なくていい。ごめんごめん、素直に今ちょっと普通に思ったから言ってもった。最悪やな、君起こされたくもないくせに、うん、あんだけ人の睡眠妨害するんや。うん。妨害してるつもりないからね。そうやねんな。だからあんな固くなり大きいんだ。そう。うるさすぎて何回も起こしてる。そう。こだわり。はあ。死なんでいいから消えてくれんかな。この世から。消えるんやったら消えたい。あ、めっちゃ痛いね、でも。じゃあいや。スーって消えていくね。スーって消えていくんやけど、スーって消えてるように見えるだけでめっちゃ痛い。めっちゃ嫌やなそれ。だから上から行くとこの辺でさ痛み感じるんだよ、ね、下から。ああ、もう最悪やな。 SF とかでさスーって消えてるやん、もう音もしっかりする。ジョリ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 って、なんかレーダーでビーって削られていってる感じや。ジューって言って消えていってくれんか。絶対嫌やっていう思いになりました。はい。あ、これはしゃあないと思うわ。あ、俺がそう思ってる。うん。せやろな。次、はい、ラスト短い今回全部。あ、最近の幸せを感じた話、はい、幸せを感じた話。まあ猫飼ってる話は何回もしてるんやけど。え、猫君飼ってんの？飼ってるわ。え、君っち行った時にさ、猫みたいなシミに君喋りかけてる。シミ？猫やと思ってんの。君あれシミやで。なんかさ手にさ、あのなんかペースト状のもの持ちながらさ、食べへんのかーってシミに喋りかけてたの。こいつ何やってんのかなと。俺シミにチュールあげてる。ヤバすぎる。そうか、君あれ猫やと思ってたね。ヤバすぎる。っていう前提で今から君の話聞いてもらう。まあ、猫用の部屋っていうのを作って飼ってたわけですよ。おで最近ここ1ヶ月2ヶ月ぐらいかな、ちょっと寒くなってきたんで寝るときに一緒に寝るようになったんですね。おその子がお気に入りのね、あの豚のピッピピッピなおもちゃがあるんですよ。あれをね、この間起きたら俺の枕元に持ってってくれてたんですね、うん、なんか親しみを感じて幸せやなってちょっと感じたな。おう、俺今完全に脳内で、うん、壁のシミやったから。シミやと思って聞くなって。すごいなと思って。違う違う、シミと一緒に寝てるんだよ。違う違う、やべえすぎる。今その経験をしてなかった人は壁のシミやと思ってもう一回言った。とんでもない顔やめて。はい、さあ君の幸せは。あのさ、まあ親なら誰しもが思うことだと思うけど、うん、やっぱ娘がいるわけですよ。はい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 。赤ん坊からちょっと成長してきてやっぱり歩いたり話したりするわけですよ、うん、まあどうしてもやっぱりこうお母さん子になるやん、子供っていうの、うんうん、まあお母さんといる時間長いからな。でもうちの子たちは外から帰ってくるたびに、うん、パッパーパッパー言って寄ってくる。最高やん。もうそれだけで頑張れる。こんなに寄ってくると2人して乗ってきたりとかするわけです、うん、で何が面白いってな、うん、下の子、うん、パパっていう、うん、なで姉のこともちゃんと何々ちゃんって名前で言う、うん、で母親を呼び出してこう誰って言ったらイチャムって言う。誰って思う。誰やねん。イチャムは誰やん。かたくなにママって言われる。誰イチャム。はい、ということで今回のトークはめっちゃ短かった気もするけど、はい、こういう時もあっていいんじゃない、うん、今現状で不満もないから将来このままでいいとか言ってるやつがこだわり持って幸せ感じてんじゃねえよと思った人はこういう方チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。本日はこの辺で失礼します。ありがとうございました。